今回は山口県の周防大島に登ります。あ、俺ら全然違うとこ行きよるよ。あ、ありがたいよ。感謝しないといけない。直で行けそうですか。うん、こっちだな。やっと道が平坦になりましたね、はい、いやいやいや、もう終わりですか。まだ半分も来てませんから、あきさん、あと半分を楽しめるけ。はい、まだまだ満腹になってませんよ。よかったね。はい。ああ怖い怖い。ああ、もうあの映画は怖いわほんま。ああ泣きそう本当。はい、今やっとねここまで来ました。もうすぐじゃないですか。はい、もうちょっとで、はい、合流しますから。はい、よし。そうか、もう普通の登山ルートに戻っちゃうんですね。戻ります。そうか、今日も終わり。はい、あちらに赤いテープが見えております。見えました。多分この道じゃないかな。テープのとこに行ってみましょう。はい、はい。いや、あっちから見たらね、あきさん、テープがこう、はい、来てんで、はい、テープがこう伸びてるじゃん。はい、なんちゃ変わらんよこれ。変わらないですよね。で、方角的にも、はい、合ってますんで、はい、これですね。これですね、うん、獣道ですねこれ。ですね。うん、そんな変わらない。うん、なんか多水川もないんですよ。そんなに変わらんけ。はい。着いたぞーって感じないですね。じゃあ、馬の背に向けて行きたいと思います。はーい、行きましょう。合流した瞬間に私、道がちゃんと、もっとちゃんとあるのかと思いました。ビシッとね。ね、ビシッと。テープ頼りに行かないといけないやつじゃないですか。はい。でもすごい等間隔に。はい。テープありますね。はい。次から次にありますか。ありがたいですね。うん、ダムラ君はそっちだけど、うん、私はこっちですね。通れるん。はい。便利じゃねえ。はい。僕はコサックダンスでもせんと。早く行きましょうよ。このまんま山頂出てきそうな感じ。この道端にポーンと出てきそう。いわゆる通りすがり山頂ってやつですね。通りすがり山頂。へー。4月1日に私連絡したじゃないですか。登山活動しましょうって。ぜひぜひって帰ってきて、うん、僕今月で登山やめるつもりなんで楽しみましょうって言ったじゃないですか。驚きすぎて、あれこれ考えすぎてしまって。いや、僕は4月バカだから、はい、エイプリルフールだから、はい、またまた4月バカだろっつって、はい、帰ってくるかと思ったら真に受けてねそれ。逆にこっちがびっくりした。やべえと思って、もうすぐにもうエイプリルフールって。僕はやめませんよ、はい、ずっとやりますからね。ちなみにりょうくんにはね、はい、あのこの度、はい、結婚することになりました。はい、行った後に、はい、食べみかこの写真をつけて送る。はい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 。あっちも真に受けてね。あっちにもエイプリルフールってもう。二人ともしっかりしてくださいよ。もうりょうくんと私はピュアなんですよ。冗談も真面目に言うんですよ。枝村くんはふざけて冗談言うでしょ。そう、ふざけて、はい、冗談ですから。こんなエイプリルフールでした、はい。何か標識が見えましたね。本間の瀬って書いてある、うん、ほらほら、枝村くんのほら好きなちっちゃい三角木馬があるよ。これこれ。あ、これ。うん、あきさん、僕こんなんで満足せんよ、はい、棒ぐらいになってくれんと、うん、点で刺さればいいないと。突き刺さる。そう、満足しない。そうですか、うん、舐めないでもらいたい、うん。はい、ここが小馬の瀬 500m でしたね。でも僕なんとなくね、はい、馬の巣もこんな感じがする。行ってみましょう。行きましょうか。おお、ついに空が開けました、アキさん。本当ですね。うん、久しぶりに空を見たよ。確かに。うん、なんか見えた。見えましたか。見えてしまった。あ、ほら。僕の言った通りになりましたね、アキさん。はい、通りすがり山頂ですね。見てほらこれ、馬の巣いただきました。もうこうですよ、もうただの道ですございましたね。はい、それにしては全く馬の世界がなかったです。難所があると思ったのにね、はい、まあ、難所は僕らが作ったけども、まあ、結果オーライということで、
やっぱりずっとなかなか荒れた道が続いております。結構いい感じの、好きですね私これなかなか好きですよ、うん、はい。よいしょ。荒木さん気をつけて。そこ滑るけね、そこ。よっ、よっ、はい。はい、素晴らしい。さあ、これはどっちに行ったらいいのか、今から地図で確認だ。はい。うん。でも、まあ、テープあるから。あっちでしょうね。はい。待て待て、秋。僕が見るぞ。はい、うん。こちらでございます。はい。行きでさあ、間違って登った道にそっくりでございます。本当ですよ。うん。ガラガラして、つまずきますね。ずっとガラガラですね。はい。こちらにはね、海が広がっておりますよ。見えそうで見えません。ここは大島ですよ。ハワイのカウアイ島と、こう、姉妹協定結んでるんですよ。カウアイ島もこんな秘境なんでしょうか。はい、今日の大島登山でね、一番いい道を歩いております。さあさあ、前半の遅れをね、取り戻すべく今、はい、二人ともアクセルをベタ踏みしております。会長に飛ばしておりますよ。さすが暴走特急秋ですから、元下松連合のヘッドですから、触れるものみんな投げ飛ばしてましたから。いたって真面目な学生でしたからね。なんかこのまんま鳥海山まで、はい、ついちゃうんじゃないかという、はい、感じなんですけど、はいはい、他の眺めが見たいよ秋さん。ちょっと鳥海山行ったらさすがに見えるんじゃないの。楽しみです。楽しみです。なんとしてでもギャング丼食べなきゃ。でも順調に進んでまして、うん、突然道がなくなりかけたところで、はい、まあ、赤テープが見えたね。まさかこっちですか。うん、確認するよ。大丈夫、こっちです。はい、フラワーロードがちょっとありますよ、あそこに。お、本当だ。女王陛下が通るみたいです。はい、私でしょう。うん、大きいイメージでしょうか。悪くない、道も嫌いじゃない。気に入ってくれたみたいで、よかったよかった。はい、秋さんがこの激坂に備えて今、はい、ドキドキタイムでございます。今からこれ登ったら大汗ですよ。ほんとね。1枚とね、1枚ね。あー、もう1枚いくよみんな。秋が抜くぞ。さあ、この激坂上がっております秋さん。会長です。会長ですよ。もう服を脱いでね。はい、僕は嬉しいよ。早く上がってください。はいはい。もう登山を開始してね、2時間ぐらい経つんですけどね、風景が全く変わらない。渋いな。道端に山頂があるよ。本当ですね。多分山頂で、うん、多分また戻ってあっちに行くと思うんだけど、はい、とりあえずあっち行ってみましょう。はい。南畠山。いただきました。南畠山を過ぎて今また下っております。まあ、登って下るっていうのがやっぱり山ですね。こうやって降りていくと、うん、あ、次は上がれるんだっていうね、うん、ワクワク感が、あ、もうこの変態ホルモンが出るわけですよ。見つけた。お、ネジネジがある。はい、こんなにネジネジなるんですね。こっからこうネジネジが始まって、うん、こうねじ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 ってこう行って、そのまま上に行ってますね。すごい、はい、座ってみたらどうですか。座ってみよう。うん、口笛はなぜめっちゃ教えておじいさん。楽しかった秋さん。はい、センキュー。はい、少年に帰ってましたよ。現在1時なんですよね。はい、でちょうど行程の半分ぐらいまで来ました。はい、アロハオレンジはもう、はい、絶望的な感じがするかもしれませんが。え、絶望的ですか。はい、わ、すごいぞ。はい、大浴場ですよ。はい、温泉です。スーパー銭湯。うん、スーパー銭湯ですよ。田村君、今こそ入り時でしょ。疲れたでしょ。全然イノシシさんたちが一生懸命自分のためにね、うん、作ったやつだけ、うん、それ後からのこのこ来た僕らがね、ああ、入ったらね、それは失礼ですよ。そうですね、ブヒブヒですよそれは。ああ、そうそう。アロハオレンジね。あ、そうそう、はい。最後まで分かりませんから。はい。こればっかりは。はい。意外とね、こういう時、行けちゃったっていう時が。
そうなんですよね。ありますか？はい。お楽しみに。お楽しみです。ジュラシックパークみたいな、ティラノサウルスの踏んだ跡みたいな感じにも見えます。見えません。正直者だな、はい、バギューンバギューン、いやー興奮するね。なんかこれご褒美ですか？これご褒美でしょ。